私の想定を超えたですね、不適切な状況になっている。専門的な知見はございませんので、そのゴーゴーダンスというような聞き方をしています。去年11月、自民党和歌山県連主催の若手議員らが参加した懇親会で、露出の多い複数の女性ダンサーが会場に招かれ、参加者が口移しでチップを渡すなど不適切な行為があったとされています。会を主催しダンサーを招いた川端県議は、今朝自民党本部に離党届を提出したということです。